皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイくんです。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあ、今年一発目のつむつむはやはりガチャ動画させていただきます。そしてね、ご覧ください。でででで、26年正月三が日スペシャルです。1日、2日、3日でそれぞれね、違うキャラクターたちが確率アップで登場して、さらにですね、新ツムクラリス登場。ででーん、誰って感じなんですけども、どうやらチップ&デールの、キャラクターだそうですね。そして見てください。チップとデールの憧れの女性なんですよ。クラリスと一緒に蹴れる高得点チップ&デールが出るよ。デールが出るよと。まあ、ここでちょっと軽く韻を踏んでるあたり、さすがディズニーさんと言っておきましょう。で、このね、二日目のやつもね、ちょっと正直気になってたんですよ。ハチプーとウサプー持ってないから。ただやっぱ元旦に引きたいなっていうのもあるのと、ジャスミンと、ロマンスアリエル、この子たちもまだ持ってないので、ここに全て書きさせていただきます。18万コインプラス、今回私は、チケット1枚持ってるので、全部、だから7回引かせていただきます。よろしくお願いします。でん!いけ!よし!一発目、新年一発目のつむつむガチャは、やはり去年お世話にはなった、お世話になった、グーパンから参りましょうか。いきますよ!せい!おめでとうございます!おほほほほ!マジか!マジか!やったー!こんなことがあるのかー!ありがとうございます!これは私、心リンクゲームズ。いけそうですね、今年。飛躍の年になりそうです。クラリスゲット、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。もうでもどうせやったら全部行きましょう、全部行きましょう、行きましょう。2回目、いや、めっちゃ嬉しい。グーパンやな、やっぱりグーパンなんやな。グーパン、かい。おっと、これ初めて行っちゃう。レディー、レディー、レディー、あの、コイン稼ぎできるんじゃなかったっけ。少しの間積むからコインがたくさん出るよ。俺これね、持ってなかったんですよ。でも、昔は無類の強さ発揮したんやけど、今はどうなんやろね。なんか、昔めちゃめちゃ強かったらしいんですよ。ポン。3回目行きましょう。いいね。グーパンやっぱいいけど、やっぱそれは、あの、負担かけるから、やっぱり、あれでいこう。チョップでいこう。ガンザン量産派でいきます。チョップ!来い!チョップちょっと違う?チェシャレコレベルアップです。チョップちょっと違うかもしれない。さあ行きましょう。どんどん行きますよ。チョップもう一回行きましょう。チョップの調子を上げていきます。よし!くっ!よし!あー、惜しかったー惜しかった!ロマンスじゃない!ロマンスじゃなかった!君はただのアリエルでございます。さあ、残り3回!ここらでそろそろ。そろそろタッチペン使いましょうか。今年もお世話になります。ジョットミニという素晴らしいタッチペンですね。で、先が円盤になって透明なんで、すごい見やすいタッチペンでございます普通、普通なってきた。あれ見なかった、でもよかった、やった。よし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 。普通なってきましたね。やばいな。あと2回あと2回どうしよう。新開発するじゃん、なんか。でも犬もやったしね。今年何年でしたっけ?猿?ごめん。覚えてないから、蛇年ということにしてこれでいくわ。絶対蛇年じゃないけど、蛇っぽい動きでいきまーす。蛇っぽい動きでいきまーす。ダメ。蛇年じゃないもんね、絶対。今年何年かすらも覚えてないねんけど、ここで私、助っ人を呼ばせていただきます。犬年の彼を呼ばせていただきます。適当適当、適当すぎるけど、行きます。犬年の彼、犬ですスヌーピー様でございます。よろしくお願いします。さあ、今年も、どんなドラマを出してくれるんでしょう。さあ、持つとき気をつけて、行きます。彼がタッチペンを持って、今年初めてのガチャ、スヌー。行けーはは、目玉どういうこと、どういうこと、うん。友達だそうです。結構昔なんかやんちゃしてた時の友達だそうです。目玉の化け物ね。よかったやん、友達に来てな。というわけで、スヌーピーでした。皆さん、温かい拍手で、
お迎えじゃなくて、お送りください。去っていきました、それはね。というわけで皆さん、ガチャ動画これにて終了です。ご視聴ありがとうございました。なんとクラリス、一発ゲット。やったぜ。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。リンクを下の概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローまだの方をよろしくお願いいたします。では、ここからいろんなツール使って遊んでいきますので、よかったらお付き合いください。で、まずね、報告させてください。で、バトル30までやってまいりました。ちょうど29をクリアして、どうせやったらね、全部クリアしてからやりたかったんですけど、間に合わなかった。一応、カメさんに、こんだけ手伝ってもらって、行きました。で、ここにね、スペシャルツム、最後のをゲットしたんで、これも皆さんと、ゲットしたいと思います。さあ、やはりここね、さっき出てったけど、また帰ってきました。犬でございまーす。さあ、行け!ほら!イエス!ちょっとこれも似てるね、ある意味。ある意味、邪馬台国のレイヤー姫似てますね。よしよし、この子もね、実はめちゃめちゃ強かったんで、紹介したいと思うんで、どうしよう。まあ、クラリスはもちろん最後に使うんで、何使おうかなー。レイヤ姫も次に使いたいから、あ、レディーちゃん使おうか。レディーちゃんはコインが溜まり、おいたいたいた、コインが溜まりやすい。7秒間。行きましょう。7秒間コインが溜まりやすいってどういうことやろ。あ、出てきちゃったけど、これは1万。1万。ちょっと一回休憩してもらって、中断してもらって、ちょっと純粋なね、レディーちゃんで行かせていただきます。さあ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 、楽しみ楽しみ。じゃあ、だから消すわけじゃないよね、多分。コインを単純に出す、出すってことやから。で、この子何のキャラクター ?101 匹ワンちゃんって書いてたっけ ?101 匹ワンちゃんって、どんな話なのはい。はい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 。ちょ、待って待って、全然全然。7秒間、7秒間やろ。どんなどんなコインめっちゃ溜まってんの今。だから、チェーンしたい。チェーンしたい。でっかいチェーンしたい、俺は。ビッグなチェーンした。おー、でもすぐ溜まって、すぐ溜まって。はいはい、行く。ビッグチェーン、ビッグチェーンしたい、ビッグチェーンしたい。だから、多分、あ、これ、これがいい。よしよしよし。こうして、こうして。あ、これピンク、ピンク。ピンク、よしよし、ピンク消した、ピンク消した。コインどう?コインどう?コインどう?めっちゃ溜まってる?全然溜まってないで、どうぞどうぞ。なんかあんま溜まってる感ないけど、レディちゃん、レディちゃん。おー、これいいね、これいいね。7か、しかし7か。はいはい。7はどうなの?あー、しまった、もったいね、今のめっちゃもったいね。はいはいはい、ポーンして、シューンして、はい、レディちゃん使ってからの、こうやな、こうやな。ほんで、こうして、こうして、レディちゃん。どうどうどう?どう?コインどう?まだ、いかんか。よしよしよし。じゃあ、ちょっとチェーンしやすい。あ、これいいやん。チェーンめっちゃしやすい。いくぞ。てるてるー。よーし、どう。よし、さらにまた溜まって、また溜まって。じゃあ、これ、フィーバー終わらさんでいいやん。別に、フィーバー全然関係ないもんね、この子。こうして、こうして、こうして。やばいやばい。これでは全然溜まらん。これでは全然溜まらんぞ。これでは全然溜まらんぞ。これ、フィーバーいけ、フィーバーいけ。もう一回フィーバー。よし、フィーバーいった、フィーバー。わかった、よしよし。で、これ来て、これ来て。よし。で、654。どうなんどうなんそれ、どうなんでも、レベル1で、確かにコインは溜まりやすいかもしれないですね、この子。ね。レベル1で、600やろ。で、チェーンしてるだけやもんね。あ、結構、確かに、いいかもしれないですよ。で、あー、間違えたじゃーん、戻ってまいりました。じゃあ、続いて、レイヤ姫を使っていきます。この子がね、実は、相当に強いみたいです。私もレベル5を何回か使ったんですけど、かなり強いです。で、レベル6になったら、さらにとんでもないことになるのではないかということで使っていきましょう。さあ、行くぞ行くぞ行くぞ。レイヘイメね、確かで15個くらい必要です。15個くらい必要。行きますよ!ほい!すげえ!すげえすげえ、ボム2個も使った、ボムゾー、ボムをね、あんまりね、結局作らないんですよね。だけど、今2つも作って、踏んで渡し前ね、これチェーンになってないから、あんまりコイン稼げないと言ってたんですけども、実はこれチェーンになってるっぽいんですよね。なのに分かれて攻撃をしてるから、ボムもいっぱい作る。で、これね、なんと連打したら、スキル使用時って、うわぁ、すげえ。すげえすげえすげえ。なんだこいつなんだこいつスキル使用時点で、ね、時が止まるというか、なんというか、住む止まって、そこから使い始めるんで、
あのタイミングがね難しいんですけども、レイリア姫はなんと、これ伝わるかな、崩れていくんですよね。崩れていくからいつ使っても大丈夫なんですよ。これがまた強くて、速攻でだから溜まったら使うっていうスタイルで全然溜まらなかった全然問題なくて、こうやってそしたら崩れるから、まあどっか当たるやろって感じになってくれるんですよね。んでさらにこうしてこうして、はい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 、でこうやろ、めっちゃ楽しいぞこいつ、こうやろ。これでもちょっと待とうか、ちょっとフィーバーに行くか、フィーバーに持っていくか。でだからこの辺消して OK で使う、崩れるから絶対に当たる。でこれ足を取ったらよ、でこうしてどうかな、これは使おうか、これ使おうか、そこで使うぞ。で見て、コンボ数見て、コンボ数もひたすら伸びていく、ひたすら伸びていく、コンボ数ひたすら伸びていく。で連打する、連打する、はいはい、えちょっと待って、めっちゃ強いかもしれない、マジでこいつ。まだいけるよね、よしよし、連打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 して、連打ができるっていうのがすげえいい。待て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 、もう一回もう一回、あー惜しかった、見てコイン見て、あ、違う、コイン見て、1500、これはすごい、これは強い。あのね、普通あんな風にいっぱいバラバラに攻撃してたらチェーンにはならないけど、この子はチェーンになってるんですよね。だから得点も結構高いし、コンボを伸びるということで相当に強い、ね、ぜひね、この子はおすすめ。どっちかっていうと、もうね、スキルチケット使ってでもいいから、あのイベントが間に合わなかったら、でレベル上げたら骨骨を超える逸材の気がしましたね。あのまだ慣れてない状態で1500円稼いでるんですから、やばいっすね。じゃあクラリス行きましょう。チップ&デールが出るんですよね。さあこの子は完全に私、見たことも聞いたこともないキャラクターなんで、どう話をしたらいいかわかんないんですけども、まあ普通に使っていきましょう、まあ普通に使っていきましょう。まあ基本はチップ&デールと一緒ですよね、おそらくね。ほいほいやろ、でこうしてシュン。さああと断固くらいでこの子方、あんまり溜まってないね、あんまり溜まってないんちゃう、あれあんまり溜まってないんちゃう、めっちゃ重いんかな、めっちゃ重いってことはエンジェル系かな、もしかしたら。いやでもだなるって、よしこれ溜まったね、いくぞ、ファン、なに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 、こうねこうねちょっと待って、今のやつ誰、今のやつ誰、今のなんかいろいろ詐欺してない、今のやつめっちゃ気になったんやけど、真ん中に出てきたやつ、あいつ詐欺ってるよな絶対に。だってお前リスやろなんかおかしかったで、お前リスやろお前、ねえ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 、すごいすごい。だからこうしてもう一回使いたいね、もう一回使いたいね、よしこれ溜まる溜まる詐欺ってるよね、絶対詐欺ってるよねこの人人じゃない、もう人じゃない、こいつは一体なんだおもろすぎる、おもろすぎる詐欺め、この詐欺師め、このメギツネ、いや、メリス。メリスって何やよ、わからんけど、はい、はい。これどうせやったらフィーバー中に使いたいから、ちょっと頑張ってみます、ちょっと頑張ってみます。よしよし、オッケーオッケーオッケー。で、真ん中をしっかり埋めてから、真ん中しっかり埋めてから、一回これ消して、で、効果よし、20! どうやで、めっちゃ点入んちゃう、めっちゃ点入んちゃう。30万 !30 万点です、今ので30万点はやばい、今ので30万点はやばい。これは得点稼げますね。この子得点めっちゃ稼げるぞ、慣れたら。そうそう、このね、下の緑のやつをレベル上げるの我慢してでもコインを貯めました、今回はね。いいですね。もう一回行こう、もう一回行こう。で、あ、そう、チップ&デールの見分け方を皆さんに教えます。チップ&デールの見分け方皆さん知ってます？あいつらどうやって見分けんねんと思ってると思うんですけども、実はね、見分け方があります。ね、待てや。見分け方っていうか、どっちかを確実に見分ける方法があって、それは、鼻血デールです。鼻血デールと覚えます。で、鼻血デールでどうやって認識するかっていうと、鼻がね、赤い子がいるんですよ。鼻が赤い子がいるので、鼻血デールと覚えてあげます。そしたらそいつが実はデールなんです。鼻赤い方がデールでございます。これはすごないっすわ、この覚え方。これね、オカメさんに教えてもらいました。私の相方のオカメさんに教えてもらいました。なので、オカメさんに感謝さあ、鼻赤いやつ出てんの、ちゃんと。あー、出てるね、出てる。あ、でもこっちも鼻赤い。ようわからなくなってきた。チップしかおらんくない、これ。あ、で、チップはチョコチップやそう。チップはチョコチップって覚えんねん。そしたら、チョコは、茶色いので、それで覚えましょう。
どうぞ、この覚え方は俺結構画期的やなと思って感動したんやけど、皆さん的、あ、待て待て、コンボが。皆さん的にはどうでしょう。はい。はい。行きましょう。え、これってか、チップしか出てないんじゃない？チップしか、誰やねん、だから真ん中のお前は。あれ？これチップしか出てないんだね。デイルも出てんの？ちょっとようわからないんだけど。どっちもでもハート目やから、どっちかが、あの赤い方か。そっか。この、クラリスちゃんも鼻赤いから、クラリスちゃんも鼻赤いから、よしよしよし、行くぞ、ポンして、この子も鼻赤いから、なんかようわからなくなってるけど、ゴーラー、ちょ待って、下手くそ。あー、もったいない。馬らはもったいない。ごめん。よいしょー。でも、この子、しかもコインも結構稼げてるね。やっぱチェーンでかいのできたらコイン稼げるんで、この子もかなり強いぞ。っていうか完全にチップ&デールの上位互換って感じですね。まああれはハピネスなんで、あれなんですけども。というわけで、こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったね。でね、どっちかっていうとクラリスももちろんね、面白かったんけど、レイヤ姫ですね。この子が1500円コイン稼いだのがちょっと衝撃出したので、この子レベル50になっちゃってて、すごいね、もったいないなと思ってたんで、これからはこっちをメインに使っていけばいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんね、イベントめっちゃ大変なんですけども、僕もまだクリア、ほんまにやれまくってるんですけど、まだクリアできてない。ですけど、9日まででしたよね、確か。これか。違う。待てよ。どれで見れる？遊び方や。9日の11時までなんでね、ぜひ頑張って、で、無理やってもスキルチケットをね、もしかして使ってもいいレベルじゃないか。この子ね、1個で上がるんですよ。だから、6個レイヤー姫ゲットしたら最愛になるんで、4からでも2個使ったら6にできるんでね。まあ、使う価値は私が思うにはありやと思います。9日に間に合いそうにない方はね、それぐらいいけそう。コイン稼ぎのために。うん。おすすめいたします。では、終わりましょうか。じゃあ最後にノイオン紹介して終わります。いきますよ。やはり新年一発目はこれです。白のひととき、コンビニに売っています。めっちゃ美味しい。コーヒーと、カフェオレなんですけども、かなりミルク寄りの白のひととき、飲みましょう。名前にふさわしく、スーン、スチャンって感じでね、入ってきます。スーンで、インのところで、スチャン。これなんか着地した感じ、わかりますかね？スチャン、もう最高。白のひととき、ぜひコンビニとかでよく売ってるので見かけた際は、買ってみてはいかがでしょうか？ありがとうございました。じゃあ終わりましょうか。楽しかった。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。リンクを下の概要欄、すぬが見てる方向ですね。概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。では次回もお楽しみに、今年もよろしくお願いします。バイバーイ。